どうも、ヌヌです。モンスターハンターライズサンブレイク、続きやっていきます。メインクエスト、メイン重要調査クエストの星3の、大物と逃げるものの調査、いきましょう。今度は、うずし教官と日の絵で行こうかな。皆様。教官と日の絵さんの掛け合いはないんだな。珍しい生き物。あの生き物は写真撮っとかなくていいかい？あれどこ行った？てかもう終わると思わなかったな。
か。ですね。それよけ。はい、それ。姉さんどこ行くの？皆さん完全に遊んでない？成長が間近で見れてこんなに嬉しいことはないよ。私の勢いですね。教官と日の江のやりとりはないな。セール開催中。今日はお得なセールだよ。当たりだね。ご利用どうも。さて、もう1クエストぐらい行こうかな。まあ、適当に。射撃術が欲しいので。今日も頑張って参りましょう。フリーサイドはマックスかな。またお話聞かせてくださいね。重要調査の密林のお祭り騒ぎの調査行きますか。宇津市教官と普賢行ってみようかな。
ちを一つに。ちょっと狩猟部への強化ないのは寂しいっちゃ寂しいけど。私頑張る。マナデシとの狩猟最高。起源万丈。さあ、田村が誇る指定の実力見せてもらうぞ。これ掛け合いあるね。マナデシよ、佐藤さんに俺たちの絆をお見せするぞ。取れた弾作っといて、ここに出ちゃうか。どっか登れるとこなかったっけ。もうない。天狗まで行った。君の方見てるよ。早めに直すぞ。我が意のままに。
よし、こけた。落とし物だらけだな。マナデシとの狩猟は楽しいな。あと3匹だった。捕まれたし。打ち所なしだ。うん、多撃炎とその師匠を撃つし、両人ともあっぱれだ。え、俺もですか。いつも褒める側なのでそう来られると照れちゃいますよねえ、マナ弟子。照れてる。スタミナや武器の切れ味を回復するなら今のうちだよ。
はい、というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。ヌヌのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。